はい、どうもこんにちは、ゆきすけです。今日もエカナギやっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回の続きで動画を撮っております。まあ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 、気持ちは悲しいままですが、春の陽気に包まれながら楽しくやってきてもらいます。よろしくお願いします。こっから負けなきゃいいからね、結局は。もうそれだけの話です。はい、こっから負けないようにいきましょう。どうぞよろしくお願いします。野球マスとアイドル、もう最高の組み合わせですね。よろしくお願いします。4月の練習時からやっていきましょう。4月でございますよ皆様。私全然物件ございません。4月の1日にやっちまったという動画があります。もしよければ見てください。よろしくお願いします。史上最強の MV になってます。ぜひご覧ください。あ、まあ三好はオールウェイいけるね。よかったな。で、肩をここから爆上げします。松下も適当っすね。守備松下ね、いいんだけど多分スタメン落ちするわ。まあ負けたからだね。ごめん、負けたからなんだけど、まあそういうこともありますね。一か適当にミーと総力、鎌田ね。鎌田5上げようか。まあ、いかがこのままで。ミーと、今、守備上げてる。彼もね、代打にまた戻ります、多分。はい。山品逆にね、スタメン張ると思うんだよね。今の感じだと。だって、やつがついちゃったんだもん。パワーヒーヤツ感はさすがに強いよ。さすがにね。僕さすがにそれは使います。はい。で、ただ、ここで効率切ってもいいんだけど、ロマをまとめて俺は焼きますに決まります。はい。数字の中で皆様ならやめてください。おすすめしない。絶対おすすめしないです。はい。いきましょう、焼きます。焼きます。池田、吉川、はい。はい、これはですね、100いかない方が良かったっけど。気をつけてください、皆さん。損するします。それで皆様損します。はい。もう、威圧感のチャンスは終わってたらしいです。いきましょう。入学式でございます。波は来てないね、今。正直。波は止まった。まあ、波が止まってもどんぐらいいけるかってところを皆様にお見せいたしましょう。はい。まあ、普通にやったらこんな感じの人たちが来ますよ、と。はい、よろしくお願いします。都道府県行きましょう。あと、東京は制覇しました。次どこ行くかと言われると、まあ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 、岐阜あたり制覇しようかな。行きましょう。よろしくお願いします。なんか岐阜にあんまりいい思いじゃないけどね。行きまーす。うん。転生は来てないね。転生は来てない。行きましょう。石田。対左が A。まあ、代打だね。ウーティリティ兼代打かな。黒沢。あー、OK。盗塁 C、送球 C、打ち気。完璧。マジで君はもう、完璧な男。完璧で聞くナイトル。はい。君はベンチ。奥村。OK。いいね。全国優勝さすが。強っ。もう1年今回結構積極的に使ってるよ。大崎。あー、大崎も悪くない。大崎も全然悪くないね。あれ威圧感は違ったっけ大崎って。はい。あ、時か。威圧感。あ、強っ。今井は？あー、まあ今井が逆にちょっと外れ、まあ元から外してそうだったしな。上振らしなかったね。大久保くん。中野強い。重い球投手、クロスファイヤー、東大やけど、これしかも打ち気。最強じゃん。中原、しかも2人とも打ち気やん。いいね。中原はそんな強くないけど、中野が鬼強い。もうエースは中野確定ですね。もうこれが引けただけでもあり。あ、全然あり。はい、こんな感じで、オーダー組んであります。見ていきましょう。1番ファースト、小林でございます。小林は、いい感じで1番になってくれるでしょう。はい。2番で、山品です。威圧感がついて、リストラをなんと回避しました。パーヒー、さよなら男、いいやつか、ムードまで持ってます。カット落ち持ってるんで、2番適正持ってるかなと思って2番に入れてあります。3番拍子でございます。プルヒッター、片道粘り打ち、ムードまで、大変が決まる、この台の最強バッターです。で、大沢ですね、安倍ヒ、いいやつかを持ってる、金添えてるバッターです。4番に入れてます。5番からはなんと1年を4に入れてます。ショート、奥村。セカンド、トキ。大崎。で、今井と。で、藤原がエース。で、2年3人衆は全員入れてあります。川崎は別にいいかなと思ったんですけど、内木枠なんで入れてあります。で、吉川代打、鎌田代走、石川代走、松下代打、鈴木代打って感じでございますね。はい。珍しく今回ベンチに1年がいないです。見てください。別にベンチの1年は上を無常なので、別に入れる必要がないという感じでございますね。はい。こんな感じで今日も全力でやっていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。はい。まあ、楽しい栄冠の演ができるでしょう。きっとね。まあ、この1年生たちがね、負けずに最後まで行ってくれれば、まあ、フラグですけどね、すごく強いチームができるでしょうっていう私は祈りを捧げております。どうぞよろしくお願いいたします。伸びの本いいね。偉い。すごく偉い。すごく偉い。
できない。なんかその伸びがきっと、何これ、このこんなに人が来ないことある、こんなに人が来ないことありますかレベルで来ないわ。で、11で止まりましょう。はい、4月5月の SG だけやってきまーす。はい、中学生たちがね、きっと今、うちの野球部の練習の高さにね、ビビってるはずですよ。まあ、高かったらね、負けてないんですけどね。はい、下から下でいきます。アイドルもいるし、野球マスもいる。でもね、お決まりなのが、あそこの野球選手に課される。なので、うまい具合にくぐり抜けていきます。はい。もう素晴らしい練習を見せていきましょう。4、4で止まります。で、1で止まりましょう。はい。もう野球マスで最強一人取りましょう。そして覚醒枠が一人いるんですよ。その覚醒枠が覚醒をしてからがスタートです、この台は。はい。石川、池田、時ですね。うわー、渋。まあ、盗塁プラス2とか絶対来ないからね。うん。来たら美味しかったけどね。まあ、そもそも、来ないのが当たり前だから、オッケー、あり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 。6月に練習しじゃない、あれやります。はい、はい、あれです。やります。練習しじゃない。はい、興奮。すぐ興奮させてくるアイドルってどう思うみんな。俺は嫌だわ。勝手に好き嫌いで決めるが、あ、あの人だとあれじゃない、新しいアイドルじゃない、ニューアイドル。ほいじゃん。大崎、もうミードシアルやん。選ばれたのか。いいね。2で止まって、3でいきます。はい。なんか、アイドルはね、やっぱ、いればいるほどいいのよ。そう、いればいるほどいい。どっちの方がいいんだ？美味しい。下の方が美味しい、多分。赤トックまだいるんで、赤トック消します。よし、ここ止まって、ここのアイドル止まって、アイドル先いすぎる。アイドルしか意味ない。あそこのアイドル止まって、ACJ 入れましょう。はい。で、本屋さん止まるじゃん。ここ本屋さん止まるじゃん。本屋さん止まらしたよ。長いイベントが。長い。そして、そこのアイドル。お、取るんでしょ？おり。誰が強くなるかが正直まだ読めないのが一番痛いんだよな。そう、まあ、まだ誰が強くなるかが正直全く読めてないんだよ。それ次第なんだよな、本当に。それ次第で、なんか誰を強くするみたいに決めるんだから、効率 OK！マッスル、ウィー、ミヨシ、いいね、ミヨシ。ロマンだわ。まあ、また、ロマン枠に戻ってくれ。4割1分打って10本ホームラン打ってるからね。そもそも強いんよ。そもそもが強いの。まあ、今回のね、1年中心オーダーだからね、どこまでやれるか。はい。まあ、でも言うてね、2年中心になっとって、うちの2年別に十分、超頼りないんで。だったら別に、未来にかけた方がね、得は多いと思いますね。得するんだ、やるんだ、負けないんだ、だんだんアニメ化したね、みんな。そういえば声優さんが確か、あれ誰だったっけ、お、なんか誰だったっけ、ちょっと忘れちゃった。みんな喋ってみてください。はい。そして中野くんはね、多分将来スーパーエースになると思うんで、この試合は犠牲になってます。どうせ練習試合だからね、好きに投げてくれ。負けても何も言わん。いけ、負けたところで何もなんないからな。OKOKOK、 いい打たれっぷりだ。練習試合で打たれるのってな、スーパーエースになるという秘訣なんだよ。もうあの先輩も練習試合では燃えた。ただね、君なら5回3失点優秀よ。あ、いいね、このびっくりマークの出方。うん、8失点ぐらいまで許したけどね。1年生をね、優秀な1年生を最初の練習試合で投げさせて炎上させる、これうちの高校のお決まりですからね。ハリハンいる？あ、お前ゲイ、お前ゲイ、超大警戒でもしてやろうじゃねえの。いけ、4割でも、逆にこんだけやってても4割2分2に10本なんだね。しょぼっ。俺の高校に来たらもっと打てるよ、君。君といないな、ハリさん。勝つ。これがすぐ出てくるね、なればね、きっとね。チャンネル登録数5000人ぐらい、そんな YouTuber なとこで。よし、行こう。それが僕の5000人の下げですね。クロスファイヤー持ってくんだって。めぐってやろうぜ。オッケー。言うて、後ろもまだ。これよ。言うて、後ろもこれ。ファースト、サード以外は、鬼将です。サード誰今？サード三好だね。ショート三好でよかったんだけど。
そう言われてみれば、まあいいか。まあいいや、別にショートが上手くなったところで変わらん。頑張ってくれ。よし、オッケー、いいよいいよいいよ。上で盛り上げていこう。もう今回上で盛り上げる、はい、あります。それがうちの今回のチームです。オッケー、ナイス。エンドラで4番ですね。大沢がどこまで上げるか、威圧意味ねえんだよな。もう性格変えるか。大沢いけ、かませ。ごめん、一年陣に打たせないでくれよな。後ろで、表で打ってほしい。できるだけ打てるだけね。ごめん、疲れたって。甘い甘い甘い、投げなさい。もっと、もうコールドになるぐらいまで投げなさい。はい、頑張れ中野。中野サワンだってのもいいよね。サワンだってのもいい。またまた一挙、それもそれもまた一挙で3点しか取れてねえんだもん。そりゃ負けるよ。10点取ってあげればそもそも負けねえからな。打ち勝つ野球をしようぜ。いけ、押してけ押してけ押してけ、中野押せ。よし、転がしましょう。今井かまそう。転がせ転がせ。よし、ド派手に負けてきた。12対4なんてなかなかねえぞ。まあいいべ、練習試合だからね、なんて言ったって。まあそういうもんよ、練習試合なんて。逆に星があるから下の方が美味しいまであるからね、まあ、こんだけ上がりは十分よ。いいなんか練習試合になったんじゃないのかなと私は思います。逆に星があるからね、言って負けた方が美味しかった説は全然本当にあるのよ。アロテラ切って投げ込みします。星です。星止まりましょう。でここまで覚醒が来ないってことはですね、おそらくですね、私の予感は当たります。はい、覚醒はないです。はい、まあ、今回の覚醒はないですね。下行きましょう。修正会、まあ無理しないところで、いや1年を変えるが多分今回の一番のテーマかなと思います。まあ、別にそもそもマックスで入れてる時点でなんかってものはないしね。はい、中地でございます。どうぞよろしくお願いします。まあ、最初はちょっと安牌なとこ引かせていただきたい。頼む。5番、おー、1番アンパイじゃないよ、これ。アンパイゾーン来た。オッケー。でも、2回戦が鬼強いです。また皆様、次回のところでお会いしましょう。またね、バイバーイ。バイバーイ。